インド世界映画祭24にご挨拶を申し上げます。そして映画マーケットとネットワーキングの参加者様に心よりお礼を申し上げます。私の名前は関東太陽です。21歳で日本の大阪市に在住しています。中学1年生の頃から動画制作を始め、2023年から本格的に短編映画の制作に取り組んでいます。独学で映画や映像を学び、ミュージックビデオのディレクターやアイドルの番組制作など仕事のオファーもいただいています。将来は正式な映画監督になることに憧れています。本題に入ります。私はあらゆる機会を積極的に求めています。そして私は今後も映画制作をしていきます。私はまだ若く経験も乏しく指導者が必要です。ゼンフィストの制作費は私が全て負担しました。もし資金提供してくれる方がいましたら、映画カメラを止めるののように低予算で大成功を収めるように努めています。そして一緒に映画を制作をしてくれる方を募集しています。そこには人種、年齢、あらゆる条件など一切ございません。一緒に映画制作を楽しもう。ゼンフィストは独創的で斬新な世界観を持つ作品です。セリフがなく、キャラクターの動きや演技に焦点が当てられています。コンセプトも同様で、新しいアプローチの方法をとっています。問題点としては、キャラクターの動きによって物語が進むため、多くの誤解を生むことです。しかし視聴者はストーリーを理解しようとするため、独自の体験を楽しむことにつながります。ターゲット視聴者は斬新な映画体験や芸術的な奇妙な世界観を求める人々です。それは幅広い層にアピールできます。また USP においては、ゼンフィストはセリフのない映画であり、視覚的な演出、斬新なサウンドデザインが特徴です。この映画制作にかかった費用はプロジェクト全体で20万ドルほどです。私は学生であり、今少し借金しています。プロジェクトのビジネスプランについては現在考えておりません。今回は視聴者に無償でゼンフィストを提供するつもりです。配信アイデアは主に SNS や仮想空間内での公開を考えています。今後さらに大きなプロジェクトを作るには、資金調達や共同制作などのパートナーシップが欠かせません。海外進出を目指し、いつか映画監督として名を乗せたいという目標を掲げています。そして一度でもいいので、近いうちに劇場映画の制作に携わりたい。もしあなた方が私に連絡を取りたい場合は、画面に表示されている QR コードを読み取って私に連絡してください。そして IMDB の評価も忘れずにお願いいたします。話が長くなってしまいましたが、インド世界映画祭の皆様、映画マーケットとネットワーキングの参加者の皆様、ご視聴ありがとうございます。では、さようなら。